ミノムシは、長目ミノガカノガの幼虫。一般には、その中でもオオミノガ、チャミノガの幼虫を指す。幼虫が作る巣が、藁で作った、アマグ、ミノに、形が似ているため、日本では、ミノムシと呼ばれるようになった。多くの種で、メスの成虫は羽や足を持たないが、足を残している種や、痕跡的に退化した羽を持つ種もある。中には、 ひもみのガ類のようにメスがオス同様に羽化する種も存在する。幼虫はバラ科、柿キの木科などの果樹やサツキ等の葉を特に7月から8月の梅雨後のキに植害する。接触後の枯れ葉や枯れ枝に粘性の糸を絡め袋状のオスを作って枝からぶら下がる。ミのガカには日本列島では20以上の種が属している。ミノのシは身の周りの繊維であれば 早や枝でなくても、ミノを作り上げる。このため、ケイトクズや、細かく切った色紙の中にミノを取り去った幼虫を入れると、色鮮やかなミノを作り上げる。子供の遊びとして、広く知られていた。ミノムシは秋にミノを作るため、俳句では、秋の季語となった。ミノムシ自体は、発生期間を持たないのだが、季語では、ミノムシなくと扱われている。一説によれば、 これは、秋の深い頃まで枝先でなく金叩きの鳴き声で、あるという。ミノムシの糸は、モの糸よりも強靭であるという結果があり、生態工学、バイオミメティクスの分野での応用開発も、期待されている。日本の講和と農研機構は、ミノムシの糸を大量に取り出して、工業製品に使う技術を開発したと2018年12月5日に、発表した。 同じように糸で体を包んで移動する巣を作るガは他にもある。家屋内では胃が,が小さいながらも同じような巣を作る。ミノが同様、メスの羽が退化する種類のガに冬尺赤がある。冬尺類のメスは羽を全く持たないか小さく退化した羽を持つ。その代わり胴体や足はオスより発達している。 ミノガのメスと違う点として、ミノガのメスは、サナギの段階から羽がないのに対し、冬尺類のメスは、サナギの段階では、羽があるように見える。浮化後に餌を取らないのも、ミノガと共通している。他にも、毒ガの一種に、メスの羽が退化する種がある。夏に発生するメスは羽を持つが、秋に発生するメスのみ羽が退化する姫メシロモン毒ガ、のような。 得意な種もある。また、トビケラ類の幼虫は、水生昆虫で、多くの種が、同じような巣を川底などに作る。大見のガは、蝶木、ミノが蚊に属する昆虫。ヤマトミノガとも言う。日本産で最も大きなミノムシ。成虫が、蛾の形になるのはオスに限られる。オスは、口が退化しており、鼻の蜜などを吸うことはできない。 オスの体長は30から40ミリメートル。メスは、ブハネ、ムアシであり、形は小さい頭に、小さな胸と体の大半以上を腹部が占める形になる。したがって、ガニはならず、身の内部のサナギの殻の中に止まる。オスは、メスのフェロモンに惹かれて夕方頃を飛行し、身の内のメスと交尾する。この時、オスは、小さな腹部を限界近くまで伸ばし、 サナギの殻とメスの体の間に入れ、サナギの殻の最も奥に位置する、メスの交尾口を、オスの交尾器で挟んで挿入器を挿入して交尾する。交尾後、オスは死ぬ。その後、メスは、自分が潜んでいたミノの中のサナギの殻の中に1 0 0個以上の卵を産卵にし、卵塊の表面を、腹部の先に生えていた赤色の微細な毛で線を、するように覆う。メスは普通、 卵が孵化するまでサナギの殻の中に止まっていて、孵化する頃に、ミノの下の穴から出て地上に落下して死ぬ。20日前後で孵化した幼虫は、ミノの下の穴から外に出て、そこから糸を垂らし、多くは風に乗って分散する。葉や小枝などに到着した一例幼虫は直ちに、小さいミノを作り、それから接触する。6月から10月にかけて7回脱皮を繰り返し、 成長するにつれて、ミノを拡大、改変して、小枝や葉片をつけて、大きくし、終わり霊幼虫に達する。主な植樹は、桜類、カキの木、イチジク、マサキなど。秋に、ミノの前端を細くくびって、小枝などに感情になるように絹糸を履いて、これに植えつけて、越冬に入る。枯れ枝の間で、ミノが目立つ。 越冬後は普通は餌を食べずにそのまま4月から6月にかけて養化する。そして6月から8月にかけて羽化する。日本列島に分布する。本種は東南アジアに広く分布するエウメタベルリガータと同じ種であるという説も有力である。近年は講述する外来種の宿り場へによる規制により生息個体が激減しており各自治体のレッドリストで 絶滅危惧種に選定されるようになってきている。オオミノガをはじめとして、日本では、ミノムシは広く見られる一般的な昆虫であったが、1990年代後半から、オオミノガは激減している。原因は、オオミノガにのみ寄生する、外来種の宿り映え科のオオミノガ宿り映えである。オーミノガドリバエは、主にオーミノガの終わり霊幼虫を見つけると、接触中の歯に散乱し、 卵は、歯と共に接触される。後期で破壊されなかった卵は、オーミのガの消化器に、達し、体内で孵化する。なお、オーミのガやドリバエに寄生する寄生蜂が存在する。ウィキスピーシーズには、オーミのガに関する情報があります。ありがとうございます。